マリオメーカーやっていきたいと思います。多分今日はガチだわ。これはガチだ。だって1100分の0でしょ。もう嫌な予感しかしないな。これは、1時間で超えられるかな。その後どう行くよ。壁伝ったらダメだもんね。うわ、クッパやらしいな。ここも相当むずいな。ここ。かぶれますと。あ、そこ被弾判定か。チョコリン。うわぁ、やめようぜ、そういうの。難しいコースだったらこういうのなしにして、お願い。やめて！うわ、取れた。ここか。乗れと。あ、くそ、乗って。え、メットかぶれてないんだけど、なんで？ここ。うわぁ、それあれか。危ねえ。あれ治るまでいいっすか。 OK 治った。このクルーンはそんなに問題ない。もっと難しいやつ3連続でやったら。ここがやべえな。ここやべえな。あ、下も行けるんだ。でもまあこっちでしょ。 P か。なんか落ちてきそう。来ないか。おお、ラッキー。死んだと思った今の。おお、上行こう。クッパでもドーナツ消えるんだな。え、この上にクリボーがいたんだよね。そうだよね。これ入って生きてる。左？右？どっち？こっちだろう。あ、サムネのとこ。やめて！お願いだから！やめてください！まあ、右行くよ。まあ、右行くよ。やあ！今度手前。そっか。こうか。で、右に行けと。うわ、危ねえ。あ、下から叩けば。うわ、そんな。はい。クッパのファイヤーがそろそろ来るよね。気をつけないと。これでいいのかな。あ、これはまあ避難するよ。避難して、なんだこれ。どういうこった、どういうこったこれ。これは絶対避難するからね。ここでデカマリオ状態じゃないといけないってことは、あー、このバネか。これかな。え、ないか。わかんねえ、なんだこれ。思いつかないんだけど、なんすか。なんかねえかな。なんかねえと、だってこれクリアできないよね。これ絶対無理だもんね。なんだ？なんだ？どういうことなんだ？わかんねえ。わかんねえぞ。なんだこれ。
た状態でここまで到達するのはちょっときついよね。うん、きついきついきつい、普通に無理。あのちくわで絶対頑張っても切れてるよね。あれなんだ、でっかい状態でここに来なきゃいけない。でも2メットを残す、デカマリオにならなければクリアできるんだ。そうか。あ、ん？でもダメか。その後取られちゃうんだよなあれ。あ、いや、わかった。じゃあ、わかった、わかった。はい。別にキノコ状態でもいいんだよね、思えばね。あ、そういえばそうだね。別にキノコでもいいのか。あ、良くないんじゃない？あ、ミスったかも、取んなきゃよかった。うわ、ミスった。ほら、これで乗れるんですよ。ここにあった。キノコ取っちゃダメだった、でも。ミスったな。なんとかなんねえかな。これ、え、なくなってる？え？クッパのファイヤーだ。クッパのファイヤーで消し飛ばされたんだ。マジか。まあどっちにしてもでかくなっちゃってたからダメだったんだけどね。これちゃんと持ってから噛む。こっち、ここは地味に難しいから命。はい、一気にいく。ちゃんと着地。よし、で綺麗に降りて、左のマス行って、くるくるこれしっかり乗って、入ると。よーし。で、一回バブルを回す。ここ、うん。いや、ここも一回回す。怖い。しっかり。超集中。ここは超集中。はい。よーし。ピン。スイッチ。これまで取ってしっかり踏む。でキノコは取らない。うわ、ちくわ復活するかな。はい、オッケー。今度は消えてないことになる。あ、ちゃんとあるね、今のところは。もうちょい上、もうちょい上。確実に。危ねえ、なくなってなかった。ちょっとビビるよね。一回なくなってるのを見ると、ビビる。やった。あとは調子乗んなければゴールだ。調子乗んなければゴール。クッパの脅しにはかからん。へいよー。やーっとー。よーし。やっとクリアできたわ。記録は20分。死んだマリオスはおそらく4、50ってとこでしょう。うわぁ、想像以上に時間かかった。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。